ヨドバシカメラ郡山店に来ています。あー、お肌が潤っています。3階に移動してきました。こちらにはリビ用グッズが揃っているんですけれども、まずご紹介するのはこちら。一見ハンドマイクのようにも見えますが、いかいださん、正解をお願いします。はい、こちらはシャープさんのヘアドライヤーとなっております。ドライヤーなんです。新しい形をしていますが、はい、特徴を教えてください。はい、シャープさんの特許技術のプラズマクラスターが搭載されていて、静電気の素早い除去ができます。ということで効果は見なくては分かりません。では実験していきましょう。はい、こちら紙に見立てたビニールテープに静電気を起こしていきます。はい、あ、しっかりとバチバチと静電気を起きています。ではですね、このドライヤーをオン、おー、かけていきますと、じゃじゃん、数秒でまとまりました。紙がしっかりまとまりました。もう小型なのにパワーもあるので、乾燥しているこの時期にとても嬉しい機能となっています。さあ、まだまだご紹介していきましょう。移動していきますよ。ヨドバシカメラはですね、広くて商品も豊富ですので、歩いているだけでワクワクしてしまいます。こちらにはテレビのコーナーになっているんですけれども、いかいださん、ちょっと休憩していいですか。すみません、休憩させていただきます。お家のようにリラックスできますが、皆さんこちらテーブル、一見テーブルのように見えますが、こちら家電が隠されているステルス家電と言われているものなんです。一体どんな機能が隠されているのか、スタジオのガネコさん、お答えください。どんな機能が隠されていると思いますか。なんか音楽聴けるとか。あー、なるほど、いい設定じゃないですか。テーブルから。さすがです、大正解。嘘、実は3つ機能が隠れているんですけれども、うん、まずは1つ目ご紹介お願いします。はい、1つ目はこちらに USB ポートとコンセントが付いております。はい、そうなんです。ですのでテーブルに携帯を置いただけでも、充電ができるというテーブルになっています。さらに2つ目、金子さん正解しました、お願いします。はい、2つ目こちら背面がスピーカーになっております。大音量で音楽を楽しむことができるんです。そして最後、驚きの機能をお願いします。はい、こちら引き出しを開けますと、はい、冷蔵庫となっております。冷蔵庫が隠されていまして、最高さ、これ最高じゃないですか。リラックスしながら冷えたお酒を楽しむことができるんですよ。もう時代とともに家電も進化しています。驚きの家電がたくさん揃っていました。ここヨドバシカメラでは現在キャンペーンも行っています。はい、ご紹介お願いします。対象商品を3点以上買っていただくとポイントをアップするキャンペーン、3月31日まで行っております。はい、ぜひこの機会に、春に新しい家電を迎え入れてみるのはいかがでしょうか。以上、中継でした。いや、斉藤さん、テーブルに冷蔵庫ってどうしましょう。動けなくなっちゃいますよ。ねえ、あの未来の、ね、テーブルって感じですよね。見た昔見たね、いろいろ進化してましたね。でも斉藤さん、お酒飲みながら音楽聴きながらそうそうそう、もう動けなくなっちゃうんじゃないですか。いや、最高の家電だ。皆さんもね、本当にたくさん種類ありますから、はい、新生活に向けて気になるものをぜひ探してみてください。うん。